パリエア賞2009の脱走ラファールに搭載されたダモクルポッドダモクルは第3世代の標準ポッド、モジュール式の IC フレーザー、高性能ポッドでフランス空軍及び海軍航空隊の戦闘攻撃機の航空隊に採用されている。ダモクルはフランスのエランクールで生産されるタレスグループによって作られている。ダモクルは長距離レーザー標準機、統合ナビゲーションフーリア、 高解像度画像を備え、ベーブウェイや BGL のレーザー誘導弾、画像誘導兵器、アズム GPS、完成、レーザー誘導兵器と完全に互換性がある。また、地上局に画像を瞬時に送信できる偵察機能も備えている。全体的な堅牢性とメンテナンスの容易さが向上している。レーザー兵器をその最も遠い範囲に誘導し、メートルで 走行者の標的を識別することができる。また、同範囲で攻撃後の分析も行っている。ダモクル超準ポットの輸出販売は以下の通り。ロシアはマレーシアロスマイナス 30MKM でのシステムテストの成功を受けて、パレスのダモクル偵察目標指示ポットを空軍の攻撃機用にライセンス生産することになった。 ダモクルとウラル工学機械工場製のサプサン及び、ソラックス目標指示ポットの比較試験では、フランスの設計が選ばれているが、運用は確認されていない。ダモクルの運用国は青色で表示した地図、ターレスターゲッツ、セールズインロシアハットアインオンライン、ユーロファイター台風運パスビカミングクリアー、18、ノーベンバー2013、ロシアンファイターズ2ユーズターレスダマカリーズ。 ターゲティングポッツ、ありがとうございます。